これより第2クォーターに入ります。大阪府警自陣29ヤードからのファーストダウン点という状況で試合再開です。さあランプレー入りましたが、ここはクラブベアーズナイスディフェンス。ランニバック29番にハンドオフし、中央突破図らんと、突入させましたが、そこにクラブベアーズ51番立ちはだかりまして、このランを阻止しセカンドダウンに変わります。託されましたキャリアは29番木村でした。京都産業大学、これを仕留めたらクラブベアーズ51番の牧井です。大手門学院大学出身のプレイヤーです。大阪府警セカンドダウン点、パス不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。審判団がフィールド上に黄色いウエストを落としますと反則発生を意味します。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームはボールが動く前、特定の選手以外は1秒間の静止が求められます。この1秒間守れず誰かが動いてしまうとフライングとなりまして、フォルススタートの反則となり5ヤード抜体という形に変わります。従いましてクラブベアーズ、失礼しました、大阪府警セカンドダウン15で試合再開となります。さあここでドロープレーを展開しました。パスに見せかけて展開しますドロープレー、相手の裏をつく形でこのランプレーを29番つきまして右オープンに展開し、約6ヤードから7ヤードのゲインを果たす形に成功しています。見事なランを決めました29番の木村でした。京都産業大学出身。大阪府警サードナイン、パス不成功、パス不成功の判定です。ここで大阪府警はパスプレーによって突破を図りました。11番中央に走り込んだレシーバーめがけてパスを投じましたが、これはクラブベアーズのカバーよく、あわやインターセプトにならんという状況。しかしパス不成功となりましてフォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウン9、パントフォーメーションを取ります。パンターには56番の内越が入っています。桃山学院大学出身のプレイヤーです。これもベアーズのプレッシャーありまして、パントがシャンクしました。結果的に自陣脱することはできず、大阪府警陣41ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権はこの位置で変わりまして、次の攻撃権はクラブベアーズに移ります。さあこのパントシチュエーションを非常において非常にパントチームが素晴らしいプレーを見せまして、クラブベアーズ再び相手陣からの攻撃となります。クラブベアーズ相手陣41ヤードからファーストダウン点、パス不成功。クォーターバックまず中央に走り込んだバイレシーバー12番にパスを投じました。しかしこのパスディフェンスカバーってかオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン点の状況に変わります。ボールオンはしかし相手陣41ヤード。
さあランプレー行きました。南枠21番ハンドオフを託されまして中央に突入、そこから相手のディフェンスを見まして左オープンに展開し約7ヤードのゲインに変えております。鮮やかなランを展開しましたがクラブベアーズ21番の野々垣です。関西学院大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズサーダウン3、密集点突入、中央へのランで攻撃権更新を図りました。さあ判定どうでしょう。わずかに届いていないようです。残り1ヤードでフォースダウンに変わります。さあこの1ヤードどうするか。クラブヤーズフォーメーション組んだ、フォースダウンギャンブルいきます。1ヤード突破、このワンプレーにかけます。クラブヤーズフォースダウン残り1ヤード、さあ判定どうか。わずかに届いていない。結果4回の攻撃失敗という形になりまして攻守交代、テイクオーバーになりまして攻撃権大阪府警に変わります。一気に攻撃前進図らんとフォースダウンギャンブルに入りましたクラブベアーズでしたが、これはしかし大阪府警組みとどめまして攻撃を取り返す形に成功しています。さあこれがきっかけになるでしょうか。大阪府警自陣31ヤードからのファーストダウンテン、パス不成功。まずパスプレーから入りました。右に展開している31番ターゲットでしたが、しかしこのパスリフレクトされまして不成功となっています。大阪府警セカンドダウンテン、パス不成功の判定となっています。先ほどのプレー左に展開しくレシーバーに投じましたが、ボールをレシーバーが確保しきれませんでした。いわゆるお手玉状態にあり、キャッチが成立しないままボールを弾かれた格好、結果的にはパスをキャッチできなかった不成功の判定となり、次のダウンに変わります。先ほどがセカンドダウンの状況でしたので次はサードダウンになります。表示遅れており誠に申し訳ございません。大阪府警サードダウンテン、パス不成功です。クォーターバック11番プレイアクションを踏みましてパスを投じようとしましたが、ディフェンスライン圧力ありまして結果的にパスが投げ切れず不成功となりました。フォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウンテン、パントフォーメーションを取ります。このパントは相手陣に入る形になりまして、クラブベアーズ陣45ヤードの地点で攻守交代となります。攻撃権借りましてクラブベアーズに移ります。クラブベアーズ自陣46、45ヤードからファーストダウンテン、
セプト、ターンオーバー。ここでクラブベアーズはパスから入りました。しかしそのパスを取りましたのは大阪府警57番。インターセプトしまして攻撃権をダッシュする形に成功いたしました。攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権は大阪府警に移ります。さあ攻撃権取り返す形になりました。大阪府警相手陣41ヤードからのファースト点。パス不成功。ここでクォーターバック11番は右に展開していく。31番にパスを投じましたが、このパスオーバースロー、あわやインターセプトという状況。しかし不成功に終わりまして、セカンドダウンに変わります。大阪府警セカンドダウン点。パス成功。ここで再び右に展開していく。32番にパスを投じました。今度は通りまして約3ヤード4ヤードのゲインとなっております。キャッチしましたのは大阪府警31番の東です。京都産業大学出身の高知県人プレイヤーです。大阪府警サーダウン7。パス不成功。クォーターバック11番、相手をプレッシュ揺さぶるようなプレーアクションから右にロールアウトしてワイドレシーバー 10番にパスを投じましたが、これはディフェンスのカバーありまして不成功に終わっております。フォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウン7。ここでイエローフラッグが投じられております。反則が発生しています。オフェンスに交代違反の反則がありました。フィールド上12人いる状態が発生しました。アメリカンフットボールは選手のメンバー登録には基本的に制限がありませんが、フィールドの中は11人以下と決まっております。12人の状態になったことによって5ヤードの抜体という形を受け、フォースダウンやり直しです。大阪府警フォースダウン12、パントフォーメーションを取ります。このパントはフェアキャッチしまして、ここでプレーを終了とします。結果的にそのキャッチしました地点、ベアーズ陣17ヤード付近で攻守交代、攻撃権変わりましてクラブベアーズに攻撃権移ります。クラブベアーズ自陣17ヤードからの攻撃に入ります。ファーストダウン10。さあまずランプレーを投入します。ランニバック45番、ハンドオフを託されまして、15番ですね、失礼しました、ハンドオフを託されまして右オフタックル付近突入し約4ヤードのゲインとしています。クラブベアーズ15番は吉本です。大阪芸術大学出身。クラブベアーズセカンドダウン6。パス成功。ファースター。
クォーターバック8番今度は右に展開していた82番にパスを通しまして攻撃権更新としています。クラブベアーズファースダウン、見事にパスキャッチ果たしましたのはクラブベアーズ82番の寺崎です。大阪体育大学出身です。クラブベアーズファーストダウン10、ボールオン自陣39ヤード。さあここで密集点にランニングバックを突入させましたが、これは大阪府警がディフェンス陣奮闘しました。45番の突入を大阪府警56番がタックルしまして、このランを阻止して2ヤードのゲインにとどめております。タックルしましたのは大阪府警56番の内越です。桃山学院大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン8、パス成功。クォーターバック8番今度は右に展開しておりましたワイドレシーバー29番でしょうか、こちらの方にパスを通し29番、そこからキャッチアンドランしまして前進図りましたが、この時に足をスリップさせゲインは3ヤードにとどまっております。パスキャッチしましたのはワイドレシーバー29番の藤本でした。京都府立大学出身です。クラブベアーズサードダウン5、パス成功、ファースター。ここでクォーターバック8番ワイド中央切れ込みました。ワイドレシーバー85番にパス、これを85番ディフェンスのカバーありながら見事にキャッチしまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、タフなキャッチを決めましたがクラブベアーズ85番の西江です。大阪教育大学出身、エイジ52、50歳オーバー、私と同年代の選手ここで活躍しております。素晴らしいプレーを披露しました。ここでホイッスル。ここで2ミニ2ウォーニングに入ります。今季より国内のアメリカンフットボールが所属し、準拠しておりますアメリカカレッジルール NCAA ルールにこれまでプロにしか採用ありませんでした。前後半残り2分でのレフェリータイムアウト2ミニツォーニングが採用となりました。アメリカンフットボールは先ほど申し上げました通り点取り合戦ではありますが、同時に時間内でそれをいかに効率よく行うかという時間をかけた戦いでもあります。残り2分でその時間がさらに問われる状況、これからそれを踏まえた攻防が展開されます。ぜひご注目ください。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームによります合同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただきました多くの企業様、個人様の寄付ありましてこの配信は成り立ちました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。現在もこの企画は募集させていただいております。この配信の説明、概要欄のところにその、説明内容を、めくっていただきますと、そのショッピングカートの URL がございます。こちらをご覧いただきましてその内容をご同意可能なものがありましたらぜひご協力お願い申し上げます。試合再開となります。クラブベアーズ相手陣41ヤードからのファーストダウン10、これは大阪府警ナイスディフェンス。
まず中央へのランプレーを投入しようとしました。しかしそこに大阪府警65番50番が立ちはだかりまして、このラン阻止し1ヤードロスに変えております。見事このランを仕留めましたのは50番の市川、京都産業大学出身、65番の節田、近畿大学出身です。さあこれによりましてセカンドラン11の状況、クラブベアーズ達成功、ファースター。ここで右に展開していたワイドレシーバー82番にクォーターバック8番投じまして、82番海岡とキャッチし攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン。しかしチェーンがこれでセットされますと再び時計は回ります。ここでホイッスル。ここでクラブベアーズが前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。クラブベアーズここは時間を確保するためと、そして作戦の確認をするためにタイムアウトを行使しました。前半残り時間1分20秒となっております。タイムアウトを解けまして試合再開です。クラブベアーズ相手陣26ヤードからファーストダウン10の状況で試合再開となります。クォーターバックパスを投じんと構えましたが、ディフェンスプレッシャーありまして結果的にパスを投じることなく終了となりました。ここでホイッスルが吹かれております。クラブベアーズここで前半2回目のタイムアウトを投入しました。先ほどのプレー結果的には中で倒されたためランプレーとしてみなされます。その場ですと時計は回り続けるためここでタイムアウトを行使しました。クラブベアーズ前半2回目のタイムアウトを行使しました。ボールオンは相手陣27ヤードの位置、セカンドダウン11の状況で試合再開です。前半残り時間は1分12秒となっております。パス成功、クォーターバック8番、右に展開していたワイドレシーバー29番にパスを投じ、29番これをキャッチ、すかさず外へ出ましたのでここで一旦時計は止まっております。約8ヤードほど獲得しました。ここでは距離以上に時間が問われる状況でもあります。その頭脳的なキャッチを見事決めましたのはクラブベアーズ29番の藤本でした。京都府立大学出身。クラブベアーズサーダン3、ここでホイッスルが鳴ります。ここでクラブベアーズ全てのタイムアウトを行使しました。3回目のタイムアウトの投入です。
さあタイムアウトを解けまして試合再開。クラブベアーズ全てのタイムアウトを使いました。さあここからは非常にプレーの精密さが要求されます。サードの次の状況突破なるでしょうか。攻撃権更新ファーストダウン。ここはパスによって突破しました。しかしチェーンがセットされますと時計は回ります。さあどうするか。パスを叩きつけプレーを止めます。前パスを叩きつける形で時計を止めました。前パス失敗ですと時計は止まります。時計フィールド上に合わせまして残り時間55秒に設定を変えさせていただきます。さあクラブベアーズセカンドダウン2ゴールの状況、残り距離9ヤードプレーを行います。さあここでランプレーを投入しました。しかしここでイエローフラッグが投じられております。反則が発生しています。さあ果たしてどのような反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤードバッタイを受ける形になりましてセカンドダウンをやり直している形になります。この結果セカンドダウン2ゴール残り18ヤードで試合再開になります。審判団がレイフォーをかけますとそこから時計は回ります。ボールのセット位置再設定になりましてファーストセカンドダウンとゴール残り19ヤードに訂正されます。インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーを投じましたクラブベアーズ。しかしそのパスを取りましたが大阪府警57番、本日2つ目のインターセプトを決めましてターンオーバー、攻守交代となり大阪府警に攻撃権移ります。時間との戦いに入りましたベアーズ。若干プレーが焦りがあったでしょうか。上積みましたパスを取ったのは大阪府警57番でした。見事インターセプトを決めましたのは江川です。大阪産業大学出身のプレイヤーです。さあ大阪府警ファーストダウン点に入ります。さあランプレー投入しまして密集点突破を図ります。ゲインは約2ヤードから3ヤードです。どうやら大阪府警はこのままプレーを流すのでしょうか。ここでホイッスルが鳴りました。
ここで大阪府警が前半1回目のタイムアウトを取得します。大阪府警自陣30ヤードからのセカンドダウン7、前半残り時間は1秒となっております。このパスはしかしインターセプトとなりまして、ここで前半が終了する形になります。前半終了となりまして、クラブベアーズ10点、大阪府警シリーズ0点、クラブベアーズがワンタッチダウンワンフィールドゴール加えまして前半戦リードを取る形になっての終了となっています。双方ともそれぞれに思惑ありまして戦っております。一戦非常に白熱したものになっております。現在非常に面白い展開で10対0というスコアになっています。双方これより作戦タイムを兼ねましたハーフタイムに入ります。後半戦の突破口を見出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。